ヘイリー・ダフはアメリカ合衆国の女優、歌手、ソングライターである。1985年テキサス州ヒューストン生まれ、歌手、女優として知られるヒラリー・ダフは妹。父親のボブはイングランド系アメリカ人の実業家で、母親のスーザンは主婦で妹のヒラリーが出演したパーフェクトマンウソから始まる運命の今夜。 シンデレラストーリーなどの映画プロデューサーとして知られる。ステージママだった母親の影響もあり、幼い頃から地元テキサスで演劇とバレエを習っており、8歳の頃にバレエカンパニー制作のくるみ割り人形へ妹のヒラリーと共に出演した。後に妹と母と共にロサンゼルスへ移った後は数々のオーディションを受け、1997年から 本格的に女優業をスタートさせた。妹のヒラリーは1998年にビデオ作品のキャスパーマジカル・ウェンディのタイトルロールでもあるウェンディを演じて以降主役級の扱いで映画への出演を重ね歌手としても活躍する一方姉のヘリーもヒラリー姉妹として徐々に認知度を上げていき2004年にジョン・ヘダー主演のインディーズ映画ナポレオン・ダイナマイトが全米で 大ヒット。同作品では、ヘザー演じるオタク高校生、ナポレオンダイナマイトの同級生で、生徒会長の座をナポレオンなと競い合う今時な感じの女子高生を演じて、2005年のティーンチョイスアワードのブレイクアウト部門での受賞も果たした。またその同年の2005年から出演したテレビシリーズセブンスヘブンでも人気を得て、女優としての地位を確立した。歌手として、 これまで妹のヒラリーと共に様々なアルバムやサウンドトラックへ参加しているほか、ソングライターとしてヒラリーの楽曲の共同作詞なども手掛け、音楽においても多様な才能を発揮している。2004年4月に恋人関係として報じられていたマット・ローゼンバーグとの婚約が伝えられている。ありがとうございます。